はい、じゃあ、戻りになります。姉の家ね、米の配達戻りになります。今近くのね、コンビニの、脇のね駐車場、よっこしょ、車出しました。よいしょ、はい、これでね、車載カメラの方のセット完了です。じゃあこれからね、帰路に着きます。来るときはね4時間かかりましたからね16号でやられましたからね。ここ左ですね、よっこいしょ。よっこいしょ、暑い。室内の温度がねかなり上がってますね。はい、ここを左折です。この左側のね、工事やってる手前を曲がればよかったんだよね。先まで行っちゃったんで、行き過ぎちゃいました。来るときはね、暑い。暑いですね。もうあの春通り越して初夏だよね今日は。朝ちょっとひんやりしましたけどね。ここ左です。あーちょっと線訂正オーバーしちゃった、はい、ここを左に曲がって、まもなく右方向です。はい、ここを右に曲がると青梅街道ですね。だいたい10時40分ですかね。帰りは何時間かかりますか。到着予定時間が14時5分ですね。2時5分です。102キロですね。だいたい100キロで行くようです。10時40分、11時、12時、1時40分、まあそうですね、1時40分でだいたい3時間だから、2時ちょっと過ぎ、まあそんなもんですね。まあ来る時のようには困らないと思うんだよね。16号線のね、見物渋滞、あそこは入間付近かな、入間付近の見物渋滞はひどかったよね。で結局あれ交差点手前の右折レーンだけが潰れてただけですからね。残りの 2車線は動けるんで、普通に走ればあんなにつながることないと思うんだけどね。みんなやっぱり見たいってのはわかるけどね、自分も同じドライバーなんで見たいってのはわかるんだけど、ちょっとあれはひどい見物渋滞でしたね。まあ見たいっていうのを理解しちゃいけないかもしれないけどね。理由もなくゆっくり走るわけですから。およそ700メートル先、岩倉街道を先頭に200メートル渋滞しています。でもやっぱりね、あの渋滞の交尾につくと先頭の車両は何やってんだろうと思うよね。で今回は先頭の車両は単なる見物でゆっくり走ってただけです。そりゃそうだよね。そこだけ車速がさ5キロとか10キロになっちゃったらさ、後ろからね、40キロ50キロで来る車がどん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 詰まってっちゃうもんね。だからまあ竹志農場の動画を見てる皆さんはそういう方いらっしゃらないと思うんですけどね。事故現場の見物渋滞、ノロノロ運転はよそ見運転になりますからね。
今回のようにね、信号機で、たまたま捕まればね、よく見て来られるんですけど、信号機でもね、捕まらない限りはね、止まらない限りは、よそ見運転、ノロノロ運転になっちゃいますんでね、そうしますと、後続車両の迷惑になりますんで、やめましょう。はい、ここから16号線に入ります。ここ箱根ヶ崎って言ったかな、箱根ヶ崎交差点とかって言ってたような気がするんです。はい、あとこの先ね、合流しちゃえばね、しばらく16号線になります。後ろから来ないから本線に合流しちゃいましょう。ちょっと強引でしたね。先へ行って合流するようにね。あ、後ろのジムニーも来ちゃったよ。ちょっと前出てやろうか。あ、後ろのジムニーも本線に合流しちゃいましたね。本当はこういう合流の仕方はあまりよろしくないんですが、まあ先行ってね、合流しなくてはならないんでね、なるべく手前で合流したいっていうのは分かんなくないんですけどね。よいしょ、はい、ちょっと前の車信号機抜けるまで待ちます。自分が免許を取り立ての頃ね、新4号でこれやっちゃいましたからね。交差点で前の車にね、くっついてね、ノロノロ入ってっちゃったら途中で赤信号になっちゃって取り残されたっていうのありますからね。今さすがにそれやったらバカ野郎だけどね。まあたまにいますけどね、そういう車ね、まあよっぽど田舎もんでしょう。まあだいたい栃木県走っていて、特に上の川町は自然渋滞ってありませんから。新4号以外は。新4号はちょっと自然渋滞あるんですがね、新4号以外はもう自然渋滞ってありませんから、基本的に交差点、信号機に取り残されるってことはそうそうないと思います。だからね、お登りさんだとやっちゃうかもしれないよね。で、今週ね、あと1回東京に来ます。で、この次来るのは川口かな、埼玉県の川口なんで、嫁のね、妹の家のすぐ近く、すぐ近くって言っても5キロかそこら離れてるのかな、ちょっと先になるんですけどね、で、嫁に連絡して一緒に行くよって言えば、嫁も一緒に、連れてくるし、予定あるって言えばもう自分一人で、来ようかなと思ってます。で、ネットオークションのね、商品の受け取りです。まあね、値段は2000円くらいの品物なんでね。最近ね、ネットオークションもね、安い2000円とか3000円のもの買ってますけどね。もう基本的に高いもの買いません。だからもう競り上がっちゃったら即諦める。うん、この間なんかね、普通に買うと1万から2万円する、東亜の業務用のアンプが1000円でした。外観が超悪いんだよね。外観がボロボロなんだけどね、要は中身ですからね。で、外観は、ケース外して、再塗装しちゃえば、レタリングは消えちゃいますけど、まあ、レタリングの部分だけマスキングしてね、ぼかしてもいいけど、かなりね、もう黒い個体が、白っぽくね、白ちゃけてきましたんで、あれはちょっとマスキングして、オリジナルのレタリング残すと、完全にツートンカラーになっちゃいますので、うん。ちょっとあれはフロントパネルは全面黒塗装、しかもまあ艶消しにしようかなと思ってるんですがね、ケースはそのまま使って、じゃなかったら中身を全部取り出して、
ケースは入れ替えると、予備パーツにすると、いうことを考えてます。まあ多分部品取りにした残骸とは違うんでね、まあ、部品は全てついてるんじゃないかなと思うんだよね。まあだから同じジャンクでも、アンプとして動かないんで一応ジャンクで出しますよっていうジャンクと、本当にね部品取りして残ったものをジャンクで出すっていうのはねえらい違いなんでね、まあ自分が出すときは部品取りこれとこれとこれ外しました、それでもいいですかっていうようなことを書くんですが、ね、中にはさ自分の都合の悪いことは伏せて、分からないことがあれば聞いてくださいって書けばね、お前が確認しなかったのが悪いって言われちゃいますからね。まあ、だから基本ネットオークションは あまり硬い評価っていうかね、大きな期待はしません。だから競り上がってきたらもう即引いちゃいます。だからまあね、本当の私の場合はね、オークションは親父の道楽親父のガラクタ集めです。でないと年金で買えないですよね。普通に通り相場では1万2万するものが1000円で買えちゃいますからね。まあで電子機器はまあその中の1個でも悪ければ音出ないんでね、まあその部品が修理手に入って修理できればもうラッキーだよね。でトランジスタとか抵抗コンデンサー類は、だいたい汎用品使ってますので、あとリレーとかね汎用品使ってますので、古くなってもそれなりの同等品は手に入るんで、基本古くなっても修理はできます。ただ修理しにくいのがあの大容量のコンデンサーだよね。1万マイクロとか5万マイクロとかね、今はそんなでかいコンデンサー使うような電子機器ってほぼないんですけど、昔はね、昔のアンプは電源を安定させるために、コンデンサーをね、大きいコンデンサーを入れてましたけど、今はそんなにね、ないよね。そんなでっかい1万マイクロとか5万マイクロとか10万マイクロとか、そんなでかいコンデンサー入れてるね、機械は ないです。最近はね、アンプなんかでもスイッチング電源になっちゃいましたからね。ただね、やっぱり古いオーディオマニアの方ですと、スイッチングノイズが入るんで、スイッチング電源は嫌よっていう方も多いです。私もそっち派なんですけどね。スイッチング電源よりも、大きい電源トランスで、大きいコンデンサーついてた方が、パワーが出るような感じがします。実際は勘違い なんですけどね。まあそういう気がするんで、なかなか 今のね、スイッチング電源方式のアンプには移り変われません。暑いな。ちょっと少し外気を、エアコンじゃなくて外気にします。ちょっとうるさいか。暑いですね。これ、外気温測れないんで今何度ぐらいか分かんないんですけど、今日20度ぐらいになるのかな、予報はね。カメラあったかいです。帽子取っちゃいましょう。暑い。で、東京の姉の目の状態もかなり良くなってきてましたね。お猿さんのような顔してましたからね。
で、やはりね、血液の循環が悪くなって顔の目の周りにね、血液が滞留するなんてのも病気の原因になっているようです。だからうちの母親がね、よくお猿さんのような顔になるんで、ああいうところはしっかり親子似てくるんだなぁなんてね思いましたけど、うん、だから自分もあと何年か後にはね、そういう目の周りが赤くなるお猿さんみたいなね顔になっちゃうかなと思いますけどね。まあ病気って言えば病気なんだけど、別にほっといてもね大丈夫なんでね、まあそれで血管が爆発してなんか炎症を起こすとかそういうのはないみたいでね、ただ単に血液の流れが悪いと、で血液の色がね見えてくると、赤くねなんかうっ血してるような感じに見えてくるらしいです。うん、で目の状態はねかなり良くなってるとは言ってましたね。ただやはり長時間運転はきついみたいです。で技研もね一応免許兄貴も持ってるんですが、心臓にちょっと爆弾持って抱えてるんで、あまり運転はしないみたいです。そりゃそうだよね、運転しててね急に意識なくなっちゃってアクセルにね、ペダル、アクセルペダルに足の乗せたままグンと突っ張っちゃったらね暴走しちゃいますからね、助手席にいる人はどうにもなんないよね。あとは手伸ばしてメインスイッチ切っちゃうしかないよね。トヨタのなんていう車かな、は忘れましたけどね、あ忘れたあまり聞いたことのない名前です。ワンボックスじゃなくて昔でいうバン、ライトバンみたいな形してて乗用車で3列シートのやつね、それなんていうんだか分かんないけど乗ってるんですけど、当然オートマなんでね、助手席からオートマを止める方法は多分 P に入れちゃえば止まるのかな、 P か N にすれば止まるんですかね、かもしくは、メインスイッチ、イグニッションスイッチを切っちゃうか、まあそういう方法しかないからね。だから、義理の兄にはあまり運転させないようにしてるみたいです。だからね、運転に関しては2人合わせても1人前になってないよね。で、長距離運転怖いって言うんで、じゃあいいよ俺持ってくよって言ってね、いつもですと米がね、なくなるとうちのね母の顔を見るついでに姉夫婦来るんですけどね、今回は米なくなったんだけど取りに行けないから持ってきてっていう電話が先週の金曜日にありましたんでね、いいよっていうことで今日持って行って帰りです。あまり駒投げりゃいいですね、まあ、今のところね16号線は順調に走ってますけどね。先ほど渋滞したここは入間だ、入間のね、事故現場もあっけまに通り越しました。もう来るときはね この辺この先あたりからずっと混んでましたからね、今高速道路の圏央道かな、圏央道の入間インター付近を走ってますけど、反対車線この辺りからねずっと混んでましたからね、今順調に流れてます。大型があれ2台車左折ですねあれ3台だ3台も入っていく
レギュラー160円。だいたい栃木と同じですね。今朝宇佐美で入れた時も160円で、会員の割引入れて156円だったかな。まあ、何回も言うようにね、今通勤で車使ってませんので、あまりね燃料の値段って気にしてないんですけどね、まあ毎日通勤で使ってる人は大変ですよね。はい、そういうことで今40分でスタートして約20分ですか、水尾町から、入間インターの先までね、来ました。はい、この辺でね信号機赤で止まりましたら動画の方は一回止めます。小矢田歩道橋、小さい谷の田んぼですね、の歩道橋を今過ぎました。右側にニトリが見えますね。で、あ、両脇に宇佐美だ。あ、上り下り両脇に宇佐美がありますね。まあ、だからゆっくり走ってるとねちょっと景色が見えていいんですけどね、いつもですと、まあ、ここはスイスイ走っちゃうコースですよね。ここも160円です。この先が左カーブなのかな。その手前で信号機赤になってそうな感じするんですね。この先の信号は赤ですね、多分ね。あ、いけねえ。これ左折レーンだ。あ、いいのか。あ、勘違いした。あ、いいんだ。直進と勘違いしちゃった。危ねえ、危ねえ。まあ、今ね、後ろから車来てなかったんでね。レーン変更できましたけど。普通ね、後ろ来てると、レーン変更できませんからね。あ、焦った。そうだ。頭の中はね、左カーブなんで、左矢印が出てくると、左に左折を思っちゃうんだよね。違うんだよ、ここはね。焦りました。お前何回もここ通ってるだろうって言われちゃうよね。はい、この先でまた走行車線に戻ります。だからちょっとした勘違いってあるよね。そうだ。余裕があると余計なことまで考えちゃうんだね。あ、焦った。左カーブと左折をね勘違いしちゃいました。自分の走ってるレーンはもうさ左折かなと思っちゃったよね。左カーブの、まあ、左矢印だったんですね。もうここはね何十回走ってるのにね、いまだにそんなの勘違いしちゃうんだからね、バカ野郎だよね。綺麗ですね。この右、ちょっと右の奥に竹山がありましたね。珍しいね、竹なんてね。まあ、この辺はね、丘陵地帯でね、多少アップダウンがあります。この先、走行するレーンにご注意ください。そうなんだよね。右へお寄りください。ああ、右にお寄りください。こういうのがあると親切だよね。左側走っててね、いきなり左折専用レーンになっちゃうとね、俺まっすぐ行きたいんだけど、
ね、それを無視してまっすぐ行っちゃいますと後ろの車に引かれちゃいますからね。もう間違って入っちゃったら、しょうがないから左折するしかないよね。でカーナビなんでちょっと遠回りになるけど戻る道戻してくれますから。ですけどね、なかなか繋がってて戻れないです。でも大型の後ろになっちゃうんだよね。今左側空いてるんですけど、大型の後ろはちょっと走りにくいんで、かなりでかいですね。トレーラーじゃないんですけど、かなりでかいトラックが走ってますので、できればこのトラックの前に行きたいな。前のトラックもね、同じぐらいのスピードで走ってるんでね、なかなか前に行けないね。で、ここ何回かね、山道、山岳道路を走った時と平らなところを走った時、燃費測って、計測してるんですが、平らなところを走っても山道走っても燃費に関してはほとんど変わりないですね。っていうのはやはり上り坂は燃料いっぱい もしてねパワー出して登らないと登れないんですが、下り坂はその分アクセル踏まなくても、高低差で降りてこられますんで、意外に燃費変わらないです。で満タン方で今ずっと燃費計測してるんですが、ほとんど数百メーターリッターあたり数百メーターの誤差しかありません。だったらあれだよね、山道とか走っていて面白いよね。こんなさ16号線の交通渋滞にね巻き込まれて燃費を落とすんだったら山道走ってたのが楽しいもんね。山道交通渋滞ありませんからね。でも最近は山道も通行止めがあるっていうのをね学習しましたんでね。でも自分が走ってバイクで走り回ってた時は湯西川から川俣温泉抜ける道通り抜けてきたんだよな。だから通行止めって勘違いした、一番最初かな、最初に行った時に通行止めと勘違いして途中で戻ってきちゃった交番のある脇の道、あの道が多分ドロブまでは行けるみたいんだよね。でドロブから先が多分行けないのかなっていうような気がします。ドロブから峠を抜けて湯西川の方へは行けないんじゃないかなという感じがしますね。逆に言えば湯西川の方から行って、バリケードがあったところまで行けちゃったら、まあこれはこれでショックでかいよね。あそこから10分も走ると湯西川温泉行っちゃいますからね。だから多分ドロブを越えて、まあ上りの登山道になるんですが、その辺で多分通行止めにしてるんじゃないかなという感じはします。だからまあ次回はね、川又から前回戻ってきちゃった通行止め、この先通行止めをちょっと行ってみようと思います。でバリケードで完全に止まってないんでね、多分通行止めという意味は
あの通り抜けができませんよ、だから入っちゃダメですよという意味の通行止めだと思うんですよ。もう湯西川の方から来られなければもう物資輸送は、川又温泉の方から入るしかないんでね、道路がその道しかありませんので、泥部の集落までは行けるんじゃないかなと思ってます。まあ、今週はちょっとね行けないんですけど、次の週にでも、川又からねその泥部へ抜ける道をちょっと走ってみようかなと思ってます。まあダメならねまた途中で戻ってくればいいし、でもね最近はあの完全にね鉄のフェンスでね、がっちり止めちゃうんですね。でしかも前回ね、湯西から川又へ抜けようとして走った道路は、そこのね、フェンスはかなりいい塗装が落ちてて年数も経ってますから、かなり前にできたフェンスなんだよね。だからあの台風が近づいてくるとかね、そういう天候的な条件で、閉鎖になったっていうのは昔もあったんですが、ずっと、閉鎖、されっぱなしっていうのはねあんまり聞かないんだよね。まあ最近走ってないんで分かんないんですけど、だからこの次ねチャンスがありましたらちょっと走ってみようと思っています。ここで信号止まるかな。でも先の信号青なんだよね。はい、じゃあ動画の方は止めます。